にまた鰹節とお醤油を垂らして。鰹節あるよ一個。じゃあウニ卵かけご飯やって、うん、もう一個鰹節醤油のウニバター。で、ウニバターお醤油ちょい、ウニバター鰹節やってますよ。じゃあいただきます。はい、ウニバター鰹節。ああ、なるほどね。いや、うまいよこれは。これで、ね、見える？見えない。なんか穴みたいな。船撮影は令和9年。あ、そうなの？いや、まだまだだね。まだまだだね。3月の15までです。もうじゃん。もう時は迫ってるよ。いや、急がないと、うん、10円分、うん、爽やかな優しさ、うん、次のとこ、次のとこまで、もう一個行ってみる。トリコちゃん気づいた？この違和感、うん、これ練馬シティ、ハリーポッターってなってる。やばい。ワーナーブラザーズスタジオツアー東京。これ大丈夫ですか？まあ夏でも。8月でしたっけ？カルディ到着。練馬店。そうです。これがメインです。あのタイのスープあったじゃん。こっちだったらもしかして在庫あるかな。本当だ。買ってみよう。見ちゃう？うん。トムカーガイ、トムヤムスープ。トムカーガイってなんかでも こういうのに入ってたような気がする。確かウニヒシ。行ってみよう。行ってみよう。2個。はい、2個買います。めっちゃ美味しいです。美味しい。はい、以上ですか。ここ。まあいろいろ予定外のやつも、はい、入れましたよ。このぐらい伝わる？伝わりますね。あ、ごめんなさい。いや、白米食べたくなっちゃうから。そうね。今日はご飯炊かなきゃ。今日ご飯炊いてこれやるか。うん。ウニ醤油。そうね、うん、ウニバターで。ウニバター。はい、お疲れ様です。今日は3月6日です。はい、今日はですね、本当だったら、日本橋の方に行くっていう風にスケジュールを組んでおりました。ただね、先週の金曜日にブリタニーさんが月曜休みますって言ってて、でそもそも日本橋でブリタニーさんのやってるなんか編集の手伝いみたいな感じでこうこっちを組んだんで、あ、そっか休みなのねって言って、ヒルトンに行こうかなと思ったんですが、サンシャインから朝連絡来まして、サンシャインも今日お休みするみたいな、多分行きませんみたいな感じだったんで、じゃあ家で自分も作業しますねっていうことにしました。まあ月曜日なんでね、定休日です。で朝からね、動画の編集やっております。修正これもねやんなきゃいけないやつなんだけど、でちょっと休憩で、
気分転換にウォーキング行ってまいりました。カルディでね、いろいろ美味しそうなの見つけてきたのよ。なんかウニ醤油みたいなやつとか、あとウニバター全部ウニじゃんって感じなんですが、楽しみです。今日はね、久しぶりに白米を解禁して、卵かけご飯、ウニの醤油でウニバター乗せて、うわ絶対美味しいじゃんね。楽しみですね。はい、というわけで、引き続きやっていきましょう。のりさんの譜面もね、やんないといけないんですよ。昨夜頑張って、4曲1時間でやりました。はい、とりあえずご飯、ウニひしお、ウニひしおっていうんだね、この醤油の。チリ産のウニだって。へえ。そして、え、あれどこだったっけ、もう一個いたよね。上の方にいるかな。上の方いない？バター、うん、え、あ全然上じゃないけど、あれ違う、ありました、ウニバター。生ベーコン食べる？あ、食べる。今日はね、卵かけご飯ですよね。そうです。はい、卵あります。よし、どうします、どっちからいきます？ウニバターなんか単純にもうご飯に乗せますみたいなどうする？てかご飯大丈夫かな、炊けてんの？久々に炊いたから。やっぱあ、味噌汁作る？ないか、もうインスタントの味噌汁うちにはあるんじゃない？あるね、インスタントでいい？うん、やばい、超楽しみなんですけど。お米食べるんですけど。お米食べるんですけど。え、じゃあ、あのお湯入れるやつちょっと。こんなもんお願いします。はい、いやいやいや、いやいやいや、一杯やります？一杯やっちゃう？やるんじゃないんですかっていう感じだけどね。やりますよ。いや、そのままやってくださいよ。やります。ご飯食べた後にちゃんと、はい、はい、今日も4曲ぐらいは進めようと思ってますから。4曲だからね。うん、しかも簡単なやつを選んで、だからどんどん難易度高くなってくからね後々苦しめられるさあ、どれにします？今日買ったカルディの、それ言ってみる？昨日買ったセブンイレブンの。どれがいいかな？昨日買ったセブンイレブン、梨か、とちおとめ。ウニに合いそうなやつで。焼酎とかじゃない？梨行こうかな、梨。梨、はい、うん、どうぞ。なんかいちごはちょっとなんか違うんだよな。そうね、ご飯系ではないかもしれないですよね。まあ、レモンスカッシュみたいなの合いそうだけどね。あ、開けましょうか。なんか怖いんですけど、爪とかやっちゃいそうで。そう、炭酸、炭酸どうした、どうした、え、味どうですか？なし。あ、駆け上がってるな。アップだけしてこようか。はい、生ベーコン食べる人。うまっ。いや、うまいよね、これ。うん、もう常に冷蔵庫にいてほしい。うん、あんだけ味噌作っておきながらインスタント大量にあるんだよ、味噌。いや、お米楽しみ。家で米炊くって超久しぶりだよね。まあ、でも控えめの2号なんで。はい、ここで調子に乗ってはいけない。じゃあお米、はい、そうですね。めっちゃ上手に炊けてる。あ、味噌汁も。よし、ではウニバター開けます。パスタに大さじ1、よく混ぜて。それだけなの？やってみたいね。おお、なんかマクドナルドのマスタード。あーじゃあこれぐらいとりあえず。あ、溶けてる。はい、どうぞ。こんな感じです。これ晩ご飯。ちょっと溶かして
塗ってみたいな。もうすごいね、めっちゃ溶けてる。溶けてるよね、うん、いただきます。あれ、うん、いや、うん、あれって言う、いや、うまいけど、ウニ感はあんのかな、これ。うん、すごいバターご飯、うん、バターご飯だね。ウニ感じる？ウニ感じる、抜ける感じが。すげえうまいバター食ってる感じだ。これ単品だけじゃないね、何かしら欲しい。足りないよね、うん、いや、美味しいけどね、うん、おいしい、うん、まあ、美味しいけど、すごいジャンキーな、なんだろうね罪の意識を、なんかこう、ちょっと感じる、うん、こんなの食べていいのみたいな次、いきます。これもスパゲティのソースとして使えますよ、カイト。これは卵かけご飯にお醤油とかもやった上にちょっとこれをやるよって書いてあったもんね。うまい、米うまいね。カルディってご飯に合うやつ大変だね。まあそうですよね。じゃあいきます。ウニ必死を。どうなんでしょう、こんなもんで一回バランス見てもらっていいですか。おお、なんかすごい。いただきます。はい、あ、感じる。嘘、うん、美味しい。うん、あ、こっちだな、こっちの方が好きだわ。あ、そうなの。うん、すごいウニ感じる。あ、ちゃんとお寿司屋のウニ感の感じを抜ける感じある。いただきますよ。うん、ほんとだ、めっちゃウニ、うん、ちゃんとウニ、うん、あ、これうまい、うん、これウニ食ってるみたいだね。うん、うん、あ、めっちゃうまい、これめっちゃうまい、これ、うん、こっちです、うん、皆さん、こっち帰ってください。